なんで払うつもりないよ、そのいやいや払う、いや本当にちゃんと払います。じゃあ何1円でも払ったのお前じゃ。いやもうなんで1円でも払ったの。払ってないです。まあ、ゴルフの YouTube のイベントか、ゴルフコンペ第1回、ゴルフコンペ第1回に結局まあ50万ぐらい借金がある状態でギャラ飲みとか大好きでさ、呼びたい呼びたいって呼ぶ割に金がねえとか、あとでちょっと貸してくれ、骨折したと。でも結局最後全部嘘だったんだけど、尾てい骨骨折、あれ嘘だよ、匿名がなんか白石なんか最近財布金入りとか、アルファードの俺いつもここにさ後ろに乗ったポケットありました、ね、その金がなかったわけ。お前そこら辺借金しろ。いやそれはないっすよ。スピーカーで出ろっつって。あ、お疲れ様です。スピーカーで出ろって。あ、すいません会長、すいません、ご機嫌中出たの。あ、そうですね。あ、なんか全部払ってもらえるかなと。いくらもとそれ用意できる。いや、もうこれしかないんで。知らんがよお前。じゃ俺ももうどうすんのこの金だから。拡散してほしい。インスタとかでも散々そこら中で拡散して。はいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。今回まあサムネにある通り、まあ、これでね、まあ、視聴者に出す出さんって言ったらちょっと、まあ、難しいんですけど、うん、まあまあなんか YouTube を使って犯人探しみたいな、なんかまあ特定みたいなことをやるんですけど、まあ、ゴルフの YouTube のイベントか、ゴルフコンペ第1回、ゴルフコンペ第1回に来てくれて、まあ、そこから仲良くなって福島とか一緒にいた人なんだな。そうです、何回か、何回かで、ミオが休みの時も代わりに、うん、撮影手伝ったりとか行ってくれたりしてたんじゃないか、うん、なんかいろいろやってくれて、はい、まあ、本人はなんか商売かなんかやっとると、うん、代行屋かなんかやっとるから、どんどん確か紹介して仕事もしてんじゃないかな確か、うん、自分で独立してやってるみたいな。そうそうそう、うん、なんかそんなようなこと言っとって、付き合いが始まって、まあいろいろなことが起きて、はい、まあ、ちょっと動画、まあ、もう今流れてるかどうか分かんないですけど、はい、まあ、詰めたんですよ本人をね。はい、うん、で、まあ、絶対に返済しますと、うんうん、まあ、約束します。そう約束して、はい、まあ、でもそのとあるその人を面倒見てる社長が50万だけ払ってくれたのは先にね、うん、社長に、うん、そうそうそう、はい、でもそいつも最初なんか60万ぐらいだって言っとったんだけど、まあ、自分で申告しろよって、どんだけ俺から金借りとんだって言って、うん、俺もそれを把握しなかったら向かうんだけど、うん、その60万借りておると。だから結局さ、後からさ、お前でも一緒になんか、まあ、ルイ・ヴィトンで買い物とかしたの、靴とかな。あ、仲いい時に。そうそうそう、うん、あいつ靴2足買っとんの。確かになんかお揃いの靴買ってましたよね。そうそう、それ1足1足じゃん、うん、で俺1足しか買ってない、あいつ2足買ったの。あ、そうなの。それとはまた別のやつを、ね、そうそうそう、そういうのも言わずに、ちょっと社長いいっすかって、今日金持ってきてないもんで、ね、また払うもんでみたいな感じで、うん、そうそう、松坂屋とか確か 4,50 万とか使ったの。あ、でその時仲いいから、あんまたでかいといたるわ。そうそうそう、みたいな感じで。ディスクのパンツとかさ、うんうん、なんかいろんなもんが溜まって、結局そういうのも後で出てきたんだけど、お前そういうあれも入ってねえよなみたいな感じになって、うん、結局まあ50万ぐらい借金がある状態で、今俺から飛んで連絡が取れないんですよ。でまあこれちょっと本人がね見とるもんで、お前ちょっとね、あの本人に伝えたいのはね、まずちょっと連絡しろお前で。まあそのそいつは視聴者の皆さんもちょっとわけわからんと思うんですけど、まあ、どうしような、ちょっと最初から説明しようかな。まあ、出会った、遊んでます、一緒に遊ぶっていうか、まあ、仕事で撮影についてきたりとか、うん、で一応も出てくるよ、何回か、何回か、まあ、一緒に飲みに行ったりとかもして、うん、全部出してきゃいいと思うんだけど、まあ、そいつさ、まあ、まあこういうの言うという関係をさ、なんかギャラ飲みとかさ大好きでさ、で呼びたい呼びたいって呼ぶ割に金がねえとか、あとでちょっと貸してくれないとか、うん、飲み代とかなその日のまず飲み代すら持ってないのに。そう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 、で、うん、まあまあまあいいよ、あとでって言っとって、よく遊んどったんですけど、うん、そいつが、まあ、その骨折したと。あ、尾てい骨骨折したって。尾てい骨骨折、なんかお見舞い行きましたよね。そうそう、家まで行ったよな。はい、だろう。でも結局最後全部嘘だったんだけど、尾てい骨骨折、あれ嘘だよ、やばい、めっちゃ演技すごい上手。家まで動画撮りに行ったんだよ。動画撮ったけど、なんか使えんでやめようかって公開されてないじゃん。ネタがなんかなさすぎるみたいな、もうちょっとなんか寝込んでると思ってたら、寝込みがもう終わっとって、うん、でもなんか動けんとか言って、ゆっくりは動けるって言ってた。でだけど座るのもお尻半分にしてか、うん、でもそれもしんどくなったら立ち膝でしか無理って。そうそう、あれも全部座ってる。すごい演技ですねちょっとやばくない、うん、で、まあしのごのして、なんか最近おかしいなと思ったのは、まあ、まずきっかけがね、俺その嘘とかあんまり見抜く力ないからさ、うん、分からなかったのそのこと全然、うん、出るうまいじゃん、ね、またあいつ、まあ、でまた遠いしな、ここから、まあ、家がね、確かにね。なのでまあ会わんときは1ヶ月ぐらいとか会わんけどみたいな感じで、うん、遊んどって、うん、なんか最近財布金入れとか、俺基本コンビニとかさ ATM で下ろすと20万円ずつじゃん、
で手数料取られるから絶対20万で下ろすわけ。あ、一気にね。分けて下ろすとかじゃなくて、あれってもうこんなに変わんねえかよみたいなのが続いとったわ。しかも基本クイックペイか現クイックペイかカードだし、クレジットカードじゃん。金って減らんだわ、うん、本当に20万下ろしても1ヶ月持つとか全然あるの。なんかおかしいなと思っとったんだけど、まあそこの時に小島さんだと思った。名前言っちゃいかんか、名前言っちゃいかんか。いいよ、小島って名前言って、小島ひろみ。あんで、あの匿名がなんか白石ひろむひろむさんか小島ひろむさん。とにかくこいつ本当に動画で見たら捕まえてください。ほんでこれまあまあと話の途中で言うのもあれですけど、もう何人もめちゃくちゃ被害、ところちょっと一個一個説明してみるんだけど、うん、何人も被害出て、ただそれ警察がねもうしとるから、警察がにしとるのになんか YouTube にやっぱ出れないってなった。動画に出てくださいって言ったんだけど、あその変にこっちで動いちゃうと警察もやっぱ嫌な顔するから、うん、動きにくくなっちゃう警察が。だってまああんまり動画には出たくないと。あそうなん、あの世話になった人がやってるからな。そうなん、一人しか知らなかった、その言ってた人。あのまあ、とある会社の社長というか、喫茶店一緒に行った時に会った人って。ああそう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 、その人とで、その人の寮で住んどったから、うんうん、でその寮に金を回収しに来た人がいっぱいおって、へでそれをたまたま他の人が見て、お前ら何やっとんだって言ったら、いや、こいつに金貸しとってみたいな。で結局全部飛ん でしかももう郵便証文書偽造みたいな処理まで嘘で、違う人の印鑑とか勝手に付いちゃった。やば、それ犯罪でしょ。そうだって、あいつ車も自分名義じゃなかったじゃん。あ、そうなんだ。まあ、これちょ途中で説明してくるんですけど、まあまあそうそう、そのあのまあね、これはまあ人のことを疑ったらあるんですけど、まあいつもさ、俺車自分でアルファードあるからね、クオリフ出すじゃん、うん、4人とかで行くと、まあ足代っていう名目で1人2000円ずつくれるわけ、うんうん、ガソリン高速があるでね。で3人、まあ、まあ4人で8000円ぐらいじゃん、俺も含めてね、うん、アルファードは俺いつも ここにさ、後ろにちっちゃいポケットありました、ちっちゃいポケットあるじゃん、あそこからピッて入れるわけよ、うん、あ、 ありがとうねって言って、なんかそこで財布とかに入れるの、なんかちょっとやらしいじゃん。確かにすぐ財布にしまうみたいな、なんか俺やらしくて、毎回そこに入れるの、うんうん、で、俺車降りた時も、あそこに置いてあるなみたいな感じで見て、あまあ置いてていいかって、これぐらいだねって言って、あのはっきり覚えてるから俺、まあ、後でしまおうぐらいな感じで、その時は終わってたみたいな。あいつが車を、まあまあ、後輩だから、まあ駐車場に置いて、うん、で帰って帰りも、まあ、車一回取りに行ってゴルフクラブ乗して、うん、また帰ってくるわけじゃん、うん、で俺乗ったらその金がなかったわけ。あ、もうその降りてから駐車場に止めに行くの小島さん一人で行くの。そうそうそう、一人でで取りに行くのも小島さん、うん、目の前で降ろすよね。そうそう、でみんな降りるわけじゃん、うん、で駐車場だけ行ってきますみたいな。あ、そういうことだけど俺はそれを疑っ全く本当その時は疑わなかったの、うん、だからあれここにお金置いてたやつ知らんみたいな、まさか盗むなと思ってないから、まあ、確かにね、あれここに金置いてなかったみたいな、うんうんうん、いや知らんって言って、まあ、どっかしまったんちゃうのみたいな感じで、みんなで財布を見たら財布センサス入ってなかったのは、うん、でゴルフ場ってカードじゃん、基本現金もあるから、うん、あれどこにいたかなぐらいな感じだったわけ。その時小島さんも知らないですみたいな、知らないですみたいな、僕なんかも知らないですで、まさかこいつが車乗ってた運転で疑ってもらえない、その時はね、あどこやったかなぐらい、うん、今はもう 100% こいつって思ってる今思えば疑っちゃうけど、うん、今はもう疑ってるんだよ、もう確定してる 100確したんだけどその話が出てくるんだけど、でその後すぐ正月だったんですよね、うん、なんか怪談話しようみたいな話じゃないけど、確かになんか正月ですよね正月 で俺が3日ぐらいから沖縄行ったのか、3、4、5か4、5、6かなんか沖縄に、そうですね、なんか正月だよな、まあ、昔の従業員だとか、まあ、今会社やってるのが2人おって、まあ、YouTube もたまに出てきてるんだけど、名前でも言っても分かる、豊さん、まあ、紀藤豊と、あともう一人加藤健太、うん、その時に、はい、まあ俺お金を下ろしたわけよ、まあ旅行で使うからなって、旅行で使うからね、うん、で財布に確実に30万入ってるよ、うん、そこで30万下ろした、絶対30万入ってる、うん、でそれは俺は20万下ろしたけど、あの最近に10何万とか入ったけど30万にして入れた、うん、30万入れたわけよ、うんうん、きっかり、うん、で、まあ、車着きました、はい、まあ、本社集合だった、ね、本社集合だったから、はい、でちょっとこいつ危ねえなと思ったもので、うん、気をつけなかったなと思っとったの、まあ、危機感を感じてる、ね、そうそうそう、だからきっかり30万の方がいいなと思って、うん、降りて、まあ、車バーッと上がってくるじゃん、うん、でさ、で健太と豊と一緒に確か上上がってたの3人で、あ、はいはい、であいつはここにおったの、まあ、なんか降りていったの、なんか車に荷物かなんか取りに行かなんか、ね、そうそう、あなんかやべえなと思って、うん、俺すぐ降りていったんだわ、うん、だけど 1,2 分ラグがあるの、健太とか喋っとったからなんかで、なんか違うことなんか喋っとって、なら俺あのもう一個ちっちゃいバッグあるじゃん、財布って取ったの、うんうんうん、
おかしくね。だって家からここまで出てきたのに財布が出てるわけじゃおかしい、まあ、使ってないのにってことでしょ。一回も使ってないの、出してないのにね。でこれおかしいなと思って、うん、財布見たらもう12万か15万ぐらいしかなかったわけよ。まあ十何万しかない、30万入れたはずが絶対やばいでしょ。半分もないってことですよね。絶対20万はもう下ろしとるから、その明細もあるから、うんうん、もう絶対確実なの。前に下ろした十何万と下ろした20万合わせて、うん、元々持っとったからね。そうそう、30万だけ入れたのに十何万しかなかった、うん、なかったの。はい、これ絶対確定だわって言って、まあ、ぶっちゃけ車の中でちょっと話したの、お前ちょっとお金とか盗んでねえか、旅行の行く道でね。そうそう、はいはい、盗んでませんと。でこいつさ、その正月もなんか車貸してくれとか、ゴルフ場に鍵忘れたとか、車の家の、そうそうそう、そのなんかまあいろんなごちゃごちゃ、うん、なんか言っとったもんね、まあ、小さいことがね、そうそう、うん、おかしいなと思っとったんだけど、結局、まあ、それも認めんかったもんで、まあ、俺もういいやと思って、これ以上は言えんじゃん。しかも旅行行くのに健太とか豊かがおんのに、まあ、確かにそれ以上言えんじゃん、お前さんって、うん、まあ俺もこういうこと聞きたくないけどって、もう財布関連でねえかみたいな感じで聞いた、うん、本当に怒らずにね、うん、そんなことするわけないじゃないですか。あ、そうか、まあいいや、分かったわ。で沖縄行っていきなりさ、なんか財布持ってない、そうそう、俺さ、あいつさ、そや前から財布なんかなくしたって言ったから、旅行行く前に、旅行行く前に、うん、あ、まあこれちょっとどっから説明したらいいか、ちょっとわけわからなくなってきたけど、もう多分この編集者もぐちゃぐちゃになるレベルで、編集者ごめんなさい、ね、なんかぐちゃぐちゃになって、それとまああいつの1時間ぐらいさ詰めたところがあるから、はい、で、まあ、最後までちょっと行こうか。でそういう細かいことは、その最後の詰めた時の話でちょっと言うか、うん、あのね、で、まあ、俺は沖縄の時にはもうこいつ手早しいわと思った。うん、もう立て続けにね、もうこいつも無理だな、嘘とかがあったから余計に、うん、で、はい、沖縄旅行行ってる時もまあまああとちょっとこちゃこちゃ進みますけど、財布がないって言って、うん、でお金も、まあ、俺に貸してくださいみたいな感じで、なのにやたらさ、お土産ショップとかで提案物買うわけよ、うん、こいつ金ねえって言ってなんでこんなお土産ショップとかで金貸してもらえるから、貸してもらえるからもう遠慮ないみたいな感じで、そうそう、なんかこんなさ、なんか高い5000円のグラスとか3個とか4個とか買うわけよ、誰に買うの。そんで手裏石鹸とかさ、うん、2万円とか使うわけよ、こいつなんでこんなもん買うんだって。でまあいいや、で、まあさ、で帰ってきてなんか呼び出したんだよな。それ違う、沖縄に行った時に撮影するわって言ってカメラを持ってってたの。 あいつが持ってっちゃったんだよな。そうそうそう、うん、でちょっとカメラ持ってこいよみたいな、早く持ってこいみたいな感じで撮影が必要だったんだ、うちらも、まあ、結局俺はそのちいちゃんのもうめちゃくちゃ疑っとったから、うん、でそうそう、さっき言ったようにゴルフ場にあいつ鍵忘れたとか言って、俺のねハイエース、あのクラウンを貸してくれって言って、うん、小学生にずっと貸しとったの。あ、まあ、俺アルファードあるしぐらいの感じで、アルファードあるし、まあええよって言って、うんうん、でゴルフ場に車取りに行きたいと、はいはい、鍵を忘れたのか、そうそうそう、そう自分のハイエースだな、うん、でうちの駐車場に止めとったわハイエースを、うん、駐車場、裏の駐車場にな、ゴルフ場に俺電話して確認したら、そんなの取りに来てないと、あ鍵を取りに来ましたかって電話したら、うん、で忘れ物なんか出ましたかって、で俺その、まあ、一応そこの会員みたいな感じだからさ、うんうん、連絡来るじゃん俺絶対。あ、そうなんだ。で何々さんのお連れさんが鍵忘れてますよとロッカーで分かるから、電話で確認したら、いやそんな忘れ物なんか出てませんと、はい、うん、で名前も言っても、いやそんな忘れ物ないですと。で俺はそのカメラを持ってきた時にそれを詰めたんだな確か。あ、それを言わずに我慢しとって、うん、そう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 、あ旅行行ってる間はそれ確認できてなかったんだ。ん、旅行行ってる間はそれ確認できてなくて、確認できてなかったの、旅行から帰ってきて確認して、うん、発覚したから、そうそう、で、あそういうことか、蓋開いたら、まあ、5、60万の借金はあるなみたいな、借金というかお金立て替えてるやつも、うん、盗まれたらもう何十万か分からん、でも多分本当にね、多分100万ぐらい盗まれたと思うじゃん、100万大きさが50万ぐらい盗まれたと思うじゃん、トータルで。だって半年ぐらいでしょ、おったでしょ、もっとおったか、半年以上いると思うけど、おったよな。電話したらお前嘘だから、鍵のやつも嘘だからって、あそれがこの詰めた動画ですね。あ、そうそうだな、はい、で、死のものやっとる時に、うん、たまたまあいつがなんかお世話になっとる社長さんっていうか、まあ、全然違う職種なんだけど、建設業じゃないんだけど、うんうん、電話かけたんですよ、たまたま、うん、小島県白石に、うん、で、ちょもいいやつって俺に代われって言って一回そして喋ってたからね、うんうん、で俺代わって、あもしもしって、あのアメリカ道場の小林と申します、うん、で実は僕今後こういうことがあって、うん、もう本人をちょっと疑ってますと、うん、あ正直に言ったの、うん、いきなり亡くなって、その日の朝にも亡くなってるから、うん、まあ、正直疑ってますと。で、まあ、こいつから僕はもうお金回収しなかったと、うん、で、まあ、せめてその、まあ、盗んだからもうこいつも認めてないからまあいいですわ、だけど借りした金はもう絶対返しまうな、うん、って話をしたら、あそんなこと言っとるんですかと、こいつは
で結局さ、それ何言ったらさ、俺とはゴルフ行っとるけど他でこいつは仕事だとかもう全部嘘ついてるわけ。あ、ゴルフ行った時のこともゴルフ行っとったはずなのに、うん、本当は違う人には仕事ですって、仕事ですとか、なんかお金出して、あ、お金出してあげるからこれ、ね、その人からも借金めちゃくちゃあった、100万ぐらい、やばで、俺それその人も会いに行ったから直接、うんうんうん、その小島健、白石と俺とその人の3人で喋ったんだけど、うん、もうそいつはもうそこら中から金つまんどって、もうその人だけじゃないし、うん、もういろんな人から、ね、いろんな人から金つまんどって、まあ、詐欺師みたいなことやっとるわけよそこら中で、で結局まあ俺の被害としてはまずだね、まあ、お金盗まれたらまあわからんこと一つで、まあお金をまあいろんな買い物とか一緒におるうちにまあ立て替えてください立て替えてくださいと、うん、で俺の連れもゴルフ一緒に行ったら今日財布忘れましたと、うん、だからお金貸してくださいって言って3万ぐらい貸しちゃう、うん、飯代も飲みたいな、なんだったらそいつもボールとか買ったりしようから、で、うん、あいつ生きっとるんだ、俺手袋も毎回捨てますとか、寺派手にするの、やば、で俺 YouTube で知り合って初めて、じゃあ一緒にゴルフ行きましょうよって言ったゴルフ場が平日から3万円めちゃめちゃ高級ゴルフ場なの、すごいな、高いじゃんここって言ったら、結構名門っすよって言って知り合いに頼んで取ってもらいましたみたいな、で風呂敷だけはドラでかいわけよ、うん、かっこいいですけど、俺らは本当に8000円とか平日8000円とかの状況に、あいつ、いやもう名門とかしかやれないですよみたいな、ちょっとかっこつけちゃってるみたいな、かっこつけちゃう、結局まあそいつも貸し取って、俺こないださ、うん、お前に言ったかどうか分からんけど、さつい最近だよ、うん、ゴルフ場行ったら「お嬢さんって知ってますか?」ってたまたま、うん、へえ、で「あ、知ってますよ」って言ったら、結局そいつはその時だけじゃなくて俺と行っとる時も財布忘れましたってゴルフ場に勝手に行って帰ってっと金払わず、ゴルフ場にどういうこと、どういうこと、ゴルフ場にお金払わず帰ってっと、あ、やば、しかも多分そのまま帰ってっと勝手に、で、あーすいません金払うの忘れましたとか、あーすいませんって、あの今日財布忘れたのでまた今度持ってきますみたいな感じで、やば、逃げとる、だからゴルフしたのに金払ってないってことですか、払ってないわけ、怖っ、詐欺や、うん、で俺それいきなり2万何千だ、俺ら1万円ぐらいでやったのに、あいつなんか知らんけどなんか寺物とか買ったわけ、うん、2万何千立て替えさせられてる、俺確かあの、え、なんでそのゴルフ場の人に声かけられたの、そうそう、朝受付の時に、で多分その時に一緒のメンバーだったのかな、俺が、あ、多分一緒に来たことがあるからって、で俺がそこのゴルフ場のメンバーだから、うん、一応もう俺が責任取らなかった、何せじゃあ僕が払います、友達として払ってください、つい最近だよ、だって今なんかもう5月でしょ、うん、でなんか最初の方は連絡取れたらしいの、最近なんか急に連絡取りもらったので、うん、多分1ヶ月1回ぐらい電話しとったんじゃない、もうそろそろ来れますかみたいな、うん、で多分連絡取りもらったんで、何で言ったらもう飛んだ の, その今面倒見てる人も、うん、寮にその人がもう寮みたいなの持ってるからそこの寮に住まわして、うん、少しずつ借金返済していけと、うんうんうん、でその人がなんか話してくれて、うん、俺に50万もその人払ってくれた、俺に代わりにね、代わりに、はいはいはい、で残り俺50万ぐらいだった、うん、その建て替え金みたいなのがね、結局その人も全部怪我も嘘だったらこう言ってます、ああ言ってます、で俺がなんか、ね、例えば怪我で1ヶ月ぐらいなんかあいつ会えんかった時期があるの、怪我してるからって言って、うん、でその時になんかしら車の合宿に行ってるわけよ、免許の、そうそう、なんか免許合宿行ってる、あ、そうそうそう、免許の合宿だな、なのに俺らにはなんか免許がなくなったから一発で受けに行ったとか、うん、一発で僕受かったんですよ、なんか全部嘘なんだよ、うん、でなんていうのちっちゃい嘘つきやつじゃん、うんうん、なんか分かる、本当バカなやつ、虚言癖だよね、だからそうそう本当に虚言、まあ、とにかくね詐欺師のレベル超えとるんだな、ただのバカだけど、建設業、外交屋、外交屋仕事はめちゃめちゃ綺麗なんだ、多分本当に、うん、丁寧だからあいつ仕事は、まあ、近くにおると思う、もともと一宮の人間で、長州、ああ違う違う、なんだろうな、福島、福島か、福島じゃなくてなんかそっちの方だわ、うん、東北関係で、まあ、名古屋にもおったらしくて、でとにかくもう何回も転々としてその面倒見てるともうそういう事情は分かってる、まあ、いろんなところで借金つまんでお金流れてきたやつだわって、だけどこいつもちょっと愛くるしいところもあるもんね、愛嬌もあるもんね、俺も何とかしてあげたいからって言って俺50万立て替えてきてくれてるわけよ、うんうん、でこいつはそれも全部裏切ってそういうとこも全部飛んだ、やばほんで俺も連絡取れなくなったから、うん、しかも俺も そうそれで1月2月で何でこんな5月になったかったらもう5月4月末まで待ったるんですよ、払い始めるのか、払い始めるのか、でその人の借金先にちょっとずつ払ってけよって言って、うんうん、で4月の末からはじゃあ俺が3万ずつでも5万ずつでもいいわけじゃん、
10万ずつでもいいわけじゃん。まあ分割で払っていく約束だったよって、それまで待ったるなって言って。でこの動画はそれまでは公開しんし、別にお前が飛ばん限りは俺はこれ飛ぶあの動画にしないって、うんうん、だけども今完全に連絡も取れないんで、その人からも逃げて、その人たちはもうもっと複雑なことやられてるから、もう全部訴えるって言ってるから、ね、うん、まあ本当に動画で顔を映ってるんで、もう本当にこれ拡散してほしい、もうインスタとかでも散々そこら中で拡散して、もうちょっと近くのとっ捕まえてほしい。で、まあ、本人が連絡してきたら、許すか許さんかよりも、まあ、別にどうでもいいから、このこいつが人生が、なんか、だから、動画も消したるし、うん、連絡してきたなら、連絡してきて話せたら、話せて金も返ってきた。はい、ちょっと、まあ、ちょっと説明がくしゃくしゃだったので、編集されたいかもしれない、これね、ちょっと、うん、もうまあ、もう怒ってるからさ、まあ、ビビらせなかったと思って、あもうずっと HR でしょ、ついてるじゃん。最初の俺もちょっと見たら、なんて言った、あなたで、ね、鍵も家出てきたんですよ、とか、沖縄の時に、お前鍵取ってきたんか、お前俺の車に乗って、って言ったら、ああ、ありました、あのゴルフ場にありました、って言ってたわけ。うん、で、俺、電話したら、そんなの取りに来てないっていうので、うん、お前そうやって言っとると言ったら、いや、実は、まあ、そのスペアがあったみたいな、なんか車がなんかあったから、だけど、そんな言うのもめんどくさかっただけですとか、なんかみたいな感じで言っとったじゃん、確かに。で、プラス、怪我も、お前、本当は怪我してねえだろって、うん、お前、嘘だろって、いや、そんなこと嘘つかないですよ。あ、それで言ってたんだ。あいつ、本当にバカなのかさ、もう本当に尾てい骨、座るのも痛いって言ってさ、うん、で俺はさ、たまたまなんかゴルフクラブ探して、あいつ詳しいからさ、うん、一緒にちょっとついてきてよって言ったらさ、うん、ついてってさ。いきなりしだしたじゃん。あ、確かにしてた。お前で俺と喋ったじゃん。こういうやつを悩んどるってことって、うん、いや僕が探しますわみたいな。いいとこあるんだよな、うん、そういうところあいつ、うん、僕が探しますわってそこら中のゴルフ場探して、うん、電話してくれてた、ね、電話してくれてでそれ一緒に見に行こうかって見に行って、うん、あいつどこ行ったかと思ってバーって歩いとったらしだしとったまんぶりでしかもまんぶり太ったお前ビテイコついたけどゴルフもやれんとか言っとったやんまあその時はふざけ半分でねそうそうそう、うん、いやなんか振ったら調子よかったんであんまいけたっすねみたいな感じだった、うん、疑わんじゃんあそうなのみたいな感じだったのビテイコさん痛さ分からんしね、まあ、ったんそれ もう全部嘘でへえ自動車学校行ってるけどそれも全部その、まあ、その人が近くに住んどるからちょっとおかしいもん言ってるわで鍵あでスペアキーあの車屋さんに頼んで持ってきてもらってどういうこと車屋さんにあまた嘘この女の人たちからはあ嘘じゃない嘘じゃないです車屋さんにスペアあったんでそれもらってどういうこと鍵は本当になくしたんですよ純粋にそんなわけねえが家の鍵も全部ついとんのていうか僕車の鍵単発ですもんキーホルダーついとったでしょそうそうその時たまたま単発にしとったんですよどういうことだってじゃあさあの今最近あのアパートの管理とかもやってるじゃないですか、知らんけど鍵いっぱいついてそうっすそうっすなんでそれも鬱陶しくてだから車の鍵とその鍵のやつを分け取ったんですよこの前呼んで嘘つくのいやお前診断書も送ってこいよえ病院まあ本当に怪我しちゃった血圧知ってましたよ今お前急になんか仕事しだしたの急にあのしだしだしたのあれえ急だってつい先1週間前までケツ痛くて座れんって言ったやつがいきなり急にしだしたろ俺と一緒にってあの時ですか俺こいつそれも嘘じゃねえかなだってそれ嘘つく意味いや知らんけど金払っとって一回も払ってんの俺調べてもらったらこれ1万払ってんのあそうですなんで今月まずその一番最初のやつ払います1万払ってんのはいもちろん今月からちゃんと何ヶ月だったのこれ、はい、今月からちゃんと払います9月だぞはいなんでそんなちっちゃい嘘つくのお前本当にいやでも本当にあのなんでそんなことじゃ嘘つく必要があったの鍵をお前があ鍵はいやゴルフ場なかったですって終わりじゃないそうでなな取りに立ってやん俺にはい取りに立ちただろうそうっす朝取りに行きましたって言いましたよあの沖縄行った日を言いましたなんでそう説明するのもめんどくさかったんでもうそういうふうに言いましたなんでそんなめんどくさいってそんなことないでしょお前信用できんじゃん、はい、ずーっと嘘ついてるよお前細かい嘘そうですねそっからもう癖になっとるよお前で財布落としたら嘘やろぶっちゃけいやマジですってじゃあ何やった財布はお前ありますよどこにあるの車にあるんです持ってこいよい一緒に行っていい、はい、お前感覚しとるかもしれないえ感覚しとるかもしれない金なんかないしいやおかしいよねおい病院の前
の診断書を持ってくる。写真を送るよ。あと、どこの病院だ。どこの病院だ。なんで静岡なんだ。診断書出したのは今井市の病院です。病院とったのろ。こっちから聞いてから。奥さんに決まったのろ。どこの病院とった。今井市の家の近くの接骨院ですね。今井さんは家の怪我したのか。静岡です。どこの病院？え？どこの病院？静岡の病院。労災。今労災本当に出しとる？労災出してないですよ。それも嘘じゃん。労災っていうかそこの労災から金入りますって言ったよ。労災使わないからその分うちで給料払うわって感じで労災使わないでって言われてます。なんで？労災隠しじゃないですか。そんなんないでしょ別に。ちっちゃい現場なんで元請けおるわけじゃないなんで。一応元請けおったんで。俺直じゃないんで元請けが紹介してもらって俺が受けたんだ。お前金ももらっとるわけだろ。で売り上げだとずっとあったわけだろ。怪我したのいつ。え、怪我したのいつ。怪我したのいつ。9月ですね。9月だろ。それまでの売り上げはあったわけだろ。うん、9月か。LINE でお前怪我して送っていたっていうの。それもう全部調べんと。これ本当に信用できんもん。お前なんでこれこいつ鍵のことまで嘘ついたと思って俺びっくりしたな。ゴルフ場確認したら、いやそんな問い合わせないですよって言って、そんなはずないんだけど、いやいや小林さん会員なもんで絶対電話しますよそんなん、ロッカーで忘れとったらって。何でもそんなこと嘘ついたマジで。いやまあ嘘っていうかなんか別にそれ言い直すのめんどくさかったっていうだけです。言い直すのめんどくさい。どういうこと。いやもうそのまま普通にやりました、大丈夫っす、その方が早かった、早いなと。そんなやついないだろ。なかったですでいいやん。いつ怪我したの。9月じゃねえだろ。10月でしたっけ。10月っすね。写真送っていとったから10月11ぐらいです。10月10日。もう勝手に LINE とか全部削除すんだよ。え、削除すんだよ。知らないですよ。10月10日ですね。削除しようよ。え、メッセージ削除しようよ。知ってないですよ。あるし残ってるっすよ社長のやつで。いやどっか一部。え、一部を何か何か所か削除されてるじゃん。送信取り消しましたって。でこれはだってもう見てなか見てたら取り消ししてもだって残りますよね。このユーモのところな。そう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 。明日までにちょっと入院でベッドが置けなくて、ね、で振り込み行けませんってなってるじゃん。はい、10月9日だろ。はい、そっからずっと止まってるわけだろ。はい、しかもこの仮想はネットで引っ張ってきた仮想じゃん。どれっすこれ。あ、重機のやつですか。うん、そうそうそう。だってもう現場になかったんで。は、現場になかったんで。重機の仮想じゃねえじゃん。え、重機の仮想ですよこれ。これは重の重機じゃねえじゃん。そうそうそう、この辺ですって言ったらそのここですっていうだけです。どの病院だ。怪我した最初に行った病院。最初に行った病院。あるだろ書類とか。何もないの。写真ないっすよ。なんで。家にはあるっすけど。家にあるなら。家にあるっす。じゃあ今日送れるの。多分。いやわかんないっす。会社に出したか。薬とかあるでしょ。薬なんかないっすよ。だって湿布しかもらえんすもん。湿布の袋あるでしょ。湿布の袋なんかもないっすよ。全部使っちゃって。全部使ってっすよ。その取っときがなくないっすか。知らんよ。じゃあ湿布はどこでもらったの。え、湿布はどこでもらったの。だからその接骨院にもらってましたよ。接骨院にも来ないわ。いやちょっと待ってください。接骨院は家の近くだろう。そうっす。名前なんかわかるでしょ。いや全然わからんっすよ。嘘つくなお前。でなんか、あ違うっすわ。結局その骨折とヘルニアがなんかダブって、ヘルニアのやつを診断しとったのかな。これわかるかな。これ診断書かな。なんかそれは送ったんすよね。また全然違うじゃん。お前こっちの調理ラインでいい。どうです、これなんラインなん。そうそうそう、それいい。いやでも仕事のやつ。ちょ、分からん。お前そこにそいつにも嘘ついたんじゃないの。それ仕事の元請けさん。そいつにはなんて言って、こんなことでヘルニアの診断書出したじゃん。11月22日。そう、だからその時に通ったってなってるじゃん。そう、その時にあの病院に行ったんですよ。お前もって痛くて。だけど違うだろう。ヘルニアじゃないだろう。お前おかしいじゃん。だって骨折しちゃってもとっくに休んでるわけだろ。そうだ、骨折プラスあの腰も痛くなって寝こ、ずっと寝っ転がってたからですね。連絡的には仕事も恋できない、もう辞めるんか、どうしたらいいの。体
風邪ひいて土曜日に腰やってまいりましたとかダブルパンチなどいろいろ考えろ、個室の診断書は取れるだろう。ほら全然おかしいじゃん、骨折したこと伝えてないわけだろ。じゃあそれはまた別な仕事。11月21日だぞ。 それはまた別な仕事なんですよ。でそれを行きたくなかったんで断っとったんですよ、ずっと。じゃあ断っとったってどういうことだって、お前も骨折しとる状態でしょ、この時は。その時22はもう骨折はもうしてますけど、どっちかというとそのヘルニアの方が広がったんですよ。じゃヘルニアはもうどっちでもいいんだけど、もともと骨折したわけでしょ。そうっす。で仕事出れんって言っとるもんで、そうこんな時に出ろってか、その話にならないじゃん。言ってみるかる。あ、その骨折してるから仕事出ろとかならない。いや、でもちょっとでもよかったらもう現場来るだけでいいから来てくれ。だからそんなもうわけわからん診断書なんかいらないじゃん。もう腰が痛い、骨折でまだ痛いですで終わりでしょう。おかしいじゃん。中小学校なんか行ってんの。そうす。もう一発で見に行った人でしょ。じゃあ自動車学校ってあれっすよ、あの一発は限定会場一発行ってるんですよ。一発じゃねえでしょ、中小学校に行っとるじゃん。お前何でこれ全部嘘つけたの。そんなのもぐらいですか、カッコつけなかっただけですって。カッコつけただけ。カッコつけただけじゃないですか別に。いや知らんけど俺はちょっともう見ないでそれもう、それプライベートのこと言ってないだろ。え、骨折のこと言ってないだろ。その人に骨折のこと言いましたよ。なんとか全然出てないじゃん、出てこんじゃん。10月の何日、10月の20日。あ、違う、10月10日。いや見てほしくなかったらもう出せよじゃん。10月10日いけないのマシだろ、元受けなんだもんね。仕事そこから止まっとるわけだろお前、この人にやってないかもしれない。そしてそいつを見せろっつって日付の。じゃあそこの日付を見せてくれ、今のやつ。今のやつでいい。じゃあ今のやつも消したの、ちょっと待って。じゃあいいで開けや。いや今俺がやっとんだろってね。おめえの話なんかどうでもいいやねんか。今開きます。今のやつだぞ。うん。10月10日。そんなにかからんだろお店。ちょお前あれだろ、これ骨折しとったってそれ社交も言っとんだな。おかしいやん、社交行ってましたって。そうす、骨折してその後っすよ。お前俺なんて時歩きもできんって言っとったやつが、はい、その後誰だろうお前仕事休んだって言って、はい、お前全部嘘ついてるな。仕事休んでしかもてめえ20何万も払っとって、これ俺には金1円も払えんって言って。あ、それを払ってもらったんすよ。何を。その元請けさんに。なんで借りたんですよ。なんでなかったんだ。でも俺にってお前じゃあ今まで仕事しとったやつはどこ行ったの。いや本当にあのこうお前そこら中で借金しとるだろ。いやそれはないっすよ。じゃあなんでだって仕事しとった時までだって仕事やっとったわけでしょ、怪我したの。いやそうなんですけど、特に原が期日来とったわけでしょ、前1ヶ月目なんですけど、まあちょっとあのいろいろ尾を引いてるものもあったりとかですね。何ちょ、オーナーだし俺関係ねえけど別に俺の金は俺の金だろ。あ、いやもうこれちゃんと知らんのよお前の金は。今月ちゃんと払います。普通に11日とか普通にやりとりしようじゃん。お前じゃないって。どうしたわからんす、一人してください。誰か、誰、どれっすか。あ、いいって誰。いや、人っす。何しに。いや、知るよ、わかんないっす。電話出ろ、スピーカーで出ろ。いやいや、スピーカーで出ろ。いやいや、スピーカーで出ろ。あ、お疲れ様です。じゃスピーカーで出ろって。あ、すいません、会長。すいません、ちょっと今あの打ち合わせしとるんで。何の話。電話かけます。何の話。ちゃんとした感想だよ。あ、はい、すいません。あ、ちょっと変わってる。はい、あ、すいません、もしもし。いや、ちょっと全然関係ない。変わる。いや、全然関係ない。納得できん。変わる。いやいや、今から全部詰めるか変わるかしろよ。お前納得できんならちゃんとせえやって言われとるよ。いや、ちょっとさ、じゃあ俺 沖縄もう俺風邪ひいたっつって言ってないって言って、俺それずらしてこの人の仕事あれしとる。知らんがよそんなこと。電話しろ。お前がやったことだろ全部、はい、お前が嘘についたことだろ。まあ、めくれるに決まっとるやそんなもん全部。今すぐ電話しろ。それか金詰めることしかしろよ。なんで電話してなんて喋るんですか。いや俺聞くよ、何をお前が言っとるか。はい、お前とその人何で揉めとるのか。金だよ。揉めてないっすよ。なんでお前ちゃんと電話しろって言われてたやん。いや、そうさ、今日仕事しとったんで LINE 来て、あの仕事もしてないんだろお前。いや、今日仕事してました。電話しろって俺話したい。いや、ほんとにこの人もうやめてください。お前に世話なっとるんだろ。そう、なっとるんで、ほんとやめて。お前にもついてきたら嘘だわよ別に。
いやそうですけど、この人何も関係ないです、マジで。いや関係ないって、俺も別にその人詰めるわけじゃないじゃん、はい、聞きたいお前のこと。俺だってお前の身分って何も知らんじゃん。ゴルフのコンペであっただけでしょ、まあまあ、でその人の世話になっとるんでしょ。そうそうそう、挨拶させてくれ。あ、わかります。普通にしゃべってください。いや当たり前だろ。これ会った人だろ。あ、そうそう、あの喫茶店で。いいよ、はい、あ、お疲れ様です、会長。すいません、すいません、ちょっとあの今日から現場で撮ったもんで。お前な、はい、日月だって自分で言っといて知らんかわかんそうめ。すいません、もう日月には色を持ってくるはずだから取りに行ったのよめ。わかりました。で、あの全然無視だもんな。竹内さんとも、あの教師さんとも喋って。いつ喋ったんで。あ、今日です、夕方。そうです、そうです、まあ、はい、うん、って感じなんですけど、ちょっとあの会長、あの今あの前あの喫茶店で、あの今石の喫茶店で会ったじゃないですか、うん、あのあの時、あの時あの一緒にいた人ちらっと覚えてますか。あ、全然そう覚えてなくて。あ、本当ですか。その人はちょっとあのちょっと喋りたいっていうんで、あのやってるとかいろいろ今話しとったんで、うん、ちょっと喋りたいっていう電話かかってもいいですか。そうじゃない。あ、いや会長やってるとかいろいろそういう話しとった。あ、ちょっと変わります。うん、あ、もしもし。あ、もしもし。はい、こんばんは。あ、こんばんは、小林と申します。はい。多分先日喫茶店でお会いしたと思うんですけど。ちょっと僕はあの YouTube やってまして。はいはいはい。でもともとその小島くんに、僕 YouTube でなんか視聴者で、はい、うちの会社のまあコンペに来てくれたんですよ。はいはい。でそっからまあ結構仲良くなって、うん、でこれなんで変わってもらったかというと、まあこの話何もそのなんか失礼な話なんですけど、うん、僕ちょっと小島くんにお金もう今40万円プラスちょこっと沖縄行ったのまで入れると5、60万貸してて、でこの子がまあ今日今ちょっと別件でカメラを預けとったんで持ってきてもらっとるんですけど、うん、結局まあ本人はまあ自分で会社やってると、うん、でまあ毎月10万円でも返済できますって言ったんですけど、まあ、結局もう何ヶ月も1円も返済してないんですよ、うん、でまあ本人はその10月に、まあ、僕もその当日に連絡があったんですけど、うん、まあ、静岡でユンボーからひっくり返って、まあ、尾低骨打って骨折しとったと。ああ。で今ほんでちょっといろいろまあ喋っていくと、まあどん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 嘘がめくれてくるんですよ。ああ。でまあこれってまあぶっちゃけそのまあ周りから金そこら中から借りとんじゃないかなこいつと思って、こういう人間って大体あちこち借りるじゃないですか。そうやね、全くその通りやね。うん。今もその電話なんだけど、はい、連絡すごいもんで。はい。まあ、借りてるんですか。沖縄連れてたの。あ、そうですね。あの、なんか全部払ってもらえるかなとか言ったけど、いや払ってて貸してあるよって言ったんですけど、いや貸してるじゃないです、もう元々違うです、あの財布なくしたもんで1円もないって言ってるんですよこいつは。ああ。しかも3日ぐらい前。だいたいね、俺にはね、はい、インフルエンザで倒れ込んどって、はい、飯も食わずにね寝たきりで来て連絡もできませんでしたって、沖縄に通ったなったら、いや行ってません、病院に行ってますって言ってこう点滴打ってますって嘘ついてるわけよね。沖縄に行っとっても、はい、どうせ行っとるだろうと思ったけども、はい、そんなインフルエンザで誰が20日もね、こんなの話して。で僕これほんでなんでこんな疑い始めたかっていうと、うん、まあこれ完全に疑いなんで本人はまあ口も笑うしあれですけど、うん、まあ、何回か僕ん家も泊まって、うん、でなんか金減るの、僕クレジットカードがほとんど生活なんで金なんか減らへんのですよ、うん、なんかおかしいなおかしいなと思ったんですけど、うん、この間たまたま本当にあの金下ろしたばっかで30万絶対ある金が、うん、突然13万円になったんですよ。でこいつ絶対抜いとるなと思って、はあはあ、まあ、まあ優しく問い詰めたんですよ、お前ちょっと持ってったんちゃうかって、はあはあ、でまあ持ってってませんって言っとるんで、まあこれ以上本人からも、まあ、口割れんであれですけど、はあはあ、まあとりあえず貸しとるもんだけどもちょっと回収しなあかんけど、まあずーっと何せ嘘ついてるんで、車の鍵がないでゴルフ場取りに行ってましたとかなんかわけのわからん嘘ばっかついてくるんで、はあはあ、嘘ばっか少ねえ確かに。な、今じゃあだいぶ借金がそっちにもある状態ですか。いやあるし、ちゃんと日も守らんし、はい、で結局今もやっと電話しようと思ったらこういうふうだもんで、はい、今横で聞いてるわけでしょこれ。まあそうですね、うん、まあ本当に合わすかはないわね、まあ、これはそっちにもあいつはとんでもない、うん、もう嘘つきなもんで、うん、だいたいね人様に金返す日にちも守らずに、はい、ね、インフルエンザって嘘ついて沖縄行っとる自体がもうほら本末転倒な話だからね。ああ、まあそうですね、うん、
仕事は実際しとるんですか。仕事はやってるんだけど、はい、まあそんな嘘ばっかついとってはまあなったんだわね。これぶっちゃけあれですよね、これ怪我しとったっていうのも、なんかで僕今ちょっと違う人のライン見せてもらったら、なんか自動車学校行ってるじゃないですかこいつ。え、あの自動車学校かなんかに合宿かなんか行ってるんですよね。いや知らないねそれも。ああ、うん、結局僕に怪我したって言って1ヶ月2ヶ月働けんもんでって言って、でその1ヶ月ぐらいは会ってなかったんですよ確かに。で結局これもまあ全部多分こいつ嘘じゃねえかなと思って。まあ全部嘘だろうね父さんって。あ、すいませんちょっと申し訳ないです。ちょっと LINE 僕あのこいつ飛ぶとかあるので LINE だけ聞いておいてもいいですか。すいません社長の LINE とこの電話番号ですか。ヒロムから聞いておいてもいいよ。あ、いいですか。うん、すみません申し訳ないです。またちょっと何かありましたらちょっと連絡しますので。うん、ちょっといかんね。はい、申し訳ない。いかんもんでさこっちも。まあそうですね、額だもんで。ああ、もうそんな大きな金額ですか。うん、もうね、じゃあ来てくれ、減らへんのだわ。次から次へと、材料費が得るもんでって金全部立て替えて出しては、はい、滞納されるって形で増えてることがあったら減ることがないもんね。で今回のこの材料代でこんだけ回収したら増やして返せますってこういうやり口だから。もう何そのおかしいなと思ったのはいつぐらいから思ったの。いや本当この間その沖縄のいや、前日以来30日に一緒にゴルフ行ってましたね。その時に僕もなんかお金もなんかこんなに使ったかなっていうので疑ってはなかったんですよぶっちゃけ。でこの間確実にそのまあ足代で他の子から2000円の2人から4000円もらってお車の中に置いといたんですよ。で確実に置いたのを僕ここそこも何言ってたら車から降りる時にちょうどそこにポンと置いてあったんで、ああまあいいわっつって帰ったらまあ置いときゃいいやっつって、まあ、4000円だしと思ったら、その金がそこから消えたんですよ。いくら。いやたった4000円ですけど。でほんで そうですそれこれ絶対小島が駐車場に車止めて車取りに行っとるんで、もうその4000円絶対殴りようないの子に置いてあるのに、消えたんで、あ、こいつ金盗んどんなと思ったら、はってなんか、お前のなんかお金結構減るの早いなっていうのが、ブワーって蘇ったんですよ。とにかくね、はい、今住んどるマンションは今月いっぱいまでしか住めないですよ。あ、そうですか。だからそれが契約切れたら逃亡恐れがあるもんで、はい。で、一応うちのマンション住むようになっとるんだけど、本当はね、今月から。はい。はい、だからそれもおかしな話でね、はい、怪しいもんで。家のとこで喋ってみるの。あ、今うちの会社です。そういうとこにある会社は清須の方。あ、いやもう港区ですね。名古屋です。あ、そうか、遠いね。じゃあ、はい、ちょっとまあ一遍よく話しといてさ、今ちょっと結構ちの方でまたあ、わかりました、申し訳ないです。ちょっと連絡先だけ聞いておきますんで、一度連絡入れておきます。ね、番号聞いてワンゲリするぐらいの子の携帯。あ、わかりました、ありがとうございます。後でかけ直すわね、そっちね。はい、すいません、よろしくお願いします。何でしたっけ。あ、小林です。小林さんね、はい、後でかけ直します。はい、よろしくお願いします。ワンゲリしてくださいね。はい、失礼、はい、します。ぐるぐるなんだな、お前。まあでもそんなに借りてないです。いくらだ。あと、俺全部手投げで聞くことだぞ。はい、25万、先月25万。でも、もうその返せるわけじゃねえ、ちょっとで、今月なんて喋るな、それ。はい、どっちみち、はい、ちょっと今回控えてみる。50ぐらいですね。全部嘘だよ、聞くちゃうな、お前。陽気持ってったな、俺からな。え、陽気持ってったな。何ですか。何回か、おかしいな、こんなに使ったな。何回かあるんだ。いや、もう絶対その人のやつからとか、そんなの絶対にしないです。そういうやつだからよ、お前。そんだけ嘘ついて。嘘はつくかもしれない。嘘つくやつってもうみんな同じだぞ。いやでも絶対それはない。俺そんなこと言われたの初めて。そうだって何でなくなるの、銭が。それは分からないです、もう今日あれ早いですもん。預かっていくぞ。え、預かっていくぞ。車も用意されてるんで、作業車乗ってるよ。これです。でも飛ばれたら困るけど、もう預かっておくわ、車。いやいや大丈夫、絶対飛ばないです。いや、あれダメなんです。知らん。じゃあれダメです、僕の名義じゃないんです。誰の名義だって、まあ、元請けってその会社の名前入っとったところの会社のやつ、さっきなんいや、でも知らん、そんなこと。そのお前の事情だろ、俺の事情じゃねえで。あの、ウィリゲ、いや、ほんとそれが間違いないします。いや、勘弁できない。いや、ほんと俺の車じゃないの。なんでじゃあずっとお前嘘続け、言い続けた。なんで嘘言い続けた。
ここにこの後に及んでここでもずっと言ったろ、はい、怪我しただとかなんだとか、うん、でバカなやつしか言わんへんわけよお前って。でもそういうやつ何人も見てきてるもんね。俺も別に何の期待もしてないけど、うん、で俺はやることやるだけだろ。今すぐ詰めるか車置いていくかどっちかしろ。いや今すぐは詰めれないし、だったら車置いていくしかないでしょ。いやじゃあそれは都合は良くないだろう。いやそうなんですけど、吉川屋さんと俺の担保取るしかないじゃん。でも俺の車じゃないんで本当に。あのいや知らんないよそんなこと。お前が乗っとる車だろ俺からしたら。いやまあそうですね。お前そこら中借金しとって、いやお前やれたな沖縄でも一緒にじゃついてきますわ。飲みも風俗も誰もこれもやりたい、座席もいいとこ座りたい。なんで払うつもりないんですか。いやいや払う、いや本当にちゃんと払います。じゃあ何1円でも払ったのお前。じゃいやもうなんで1円でも払ったの。払ってないです、払ってないです。払おう、お前それで帰るよ。いやマジそれでやばい。いや無理だって持ってこい銭。じゃあ今週待ってください。マジ今週だって今週は持って帰る。え作業車乗って帰る。いやいや本当に、いや困るです本当に。困るって俺の方が困るかよ。50万も借りしてお前嘘ばっか使われて、鍵まで嘘使われて、何がお前車のガソリン代だ。そんなもんで済まされる話じゃねえだろこれちゃう。それだけ今でいくら持ってますか。それだけ置いていける。いやもうこれしかないんで。知らんがよお前。ちょ俺ももうどうすんのこの金よ。いやもうこれはちゃんといくらもあんのこれしかないんですよ。2万置いていける。いやもう帰って。いやちょそれ知らんてそんな。ちょお前俺のことバカにしとんの。いやしてないです。何そんなお前女みたいな声出すのじゃ。何よ甘えて生活的に2000円生活しろよ。お前俺の前で何やっとったの。どういう生活しとったのって、はい、沖縄でじゃあお前どういう生活しとったの。金持ちみんなと一緒に乗ってお前一緒のことやりたいもんね。お前一緒のことやっとったじゃん。俺でも風俗行かんならお前とったじゃん、はい、座席もグレードアップしてやっとったじゃん。置いてけて無理1万円か2万円間違えたろかするんだ。1万置いてきますって言ったのね。いやいやいや1万円だって。2000円ならええよ。いや、ま、マジでちょっと困る。ダメだあそんなあんまねえってお前。てめえの巻き散らしたことだろ。やせえ、はい、ちょ車から車検証持ってきてくれんこいつも。いや車検証ないっすよ。その人持ってます。どこにあんのその人が持ってます。元家さんは車ちょっとあさってきて、うん、お前鍵は鍵開いてるっすか。多分ダッシュボードないっすよ。入ってないっす。こっちは定期的に探しちゃって。もういいや別にどっちみちまた取れるわけじゃないんだもんね。その盗んだ話はどうでもいい。貸した問題に返してくれ、はい、沖縄のとな、はい、別にもう書面1枚書けよ。車を預けていきますじゃあムーディー持ってこい、うん、持ってこい。何ぼかで持ってこい。20万で持ってこい。持っていいだろ。ハリーさん集めてください。ナンバーだけ書いてハリーさん集めてください。ナンバー自分の名前プラス、はい、うん、自分の名前と、まあ、金額とあと沖縄分、沖縄分ご一緒生産なんだけど。なんでお前そんなに金がないの。なんでそんなに金がないの。それ借金じゃないです。保険です。保険です。自賠責もないですよ。今の社長のあれか、はい、今の社長のなんか俺が見とったやつだな。あ、そう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 。ここにも借金あるから、この会社これ喋るぞ、これ電話番号それも教えるよ。全部喋るって、本当に喋るって。ここはもう関係ない、もうやめろ。関係ない、関係ない。俺自分の50万のことが大事なの。お前のことはどうでもいい。ちゃんと返すんで。じゃあ返すんで、今すぐ持ってこい。いや持ってこないと俺明日喋るで。今すぐは無理です。今週、待ってください。今週中に全部詰めれるんだろう、そんな。ちょ全部なんとか頑張ってみます。詰めれるわけねえやん、そんな。で今週1週間からこの人と喋るのもあったら、はい、今週待ってください。なんでお前なんであの社長に金借りたの。どうですか今の会長ですか、うん、いや材料費足りなかったんでそのまま借りました。材料費がなかったんで借りました。材料費ってあの人は元請けなの。あの人、まあ、元請けっていうか、まあ、面倒見てもらっとって、うん、前もその材料費でなんか70ぐらい借りたことがあって。全然そんな金もあるの。いやなんか借金めっちゃあるんですね。なんでその借金するの。まあ、あの動画に出てそれでもあの昔の縁昔のあれでつながって連絡来て離れてそうだけどそんなお前の連絡先も分からんじゃん。ちょうどなんかあのインスタかなんかで俺
インスタ登録やり始めましたみたいな時あったじゃないですか。それでその俺インスタ通知来たっす。調べられて、はい、金払いって言って、はい、逃げたんだろうどうせ。そうっす、逃げたって、まあ逃げて、まあ、地元でちょっと悪さしたんですよ、はい、書いた。これなんでいいですか。はいですよ、なんか、あ、はい、まあ、下で書いてもらえますか。ここでもどのように借金元受けなかったらバンクの借金。借金はないですよ。もうそれで辞めたんですよ、先月。ここは辞めたそうですね。で、辞めるっていうので、今その住んでるのが、の名義なんですよ。今あそこに住んでる。ああ、そういうそうです。で、辞めたんで、で、車も返さないかんし、あの家も返さないかんですよ。で、その、のアパートっていうかに引っ越すんですよ。今月中に。これもっと逃げたら、そっとこであ、あ、で車、それ借りますって書いておけよ。あ、これ今度どうですか。直せね、まあ、本当にそれ。はい、直らんの。いや、あの、もともと、なんていうんですかね、その不意にこう例えば社長にわーってこう言われるじゃないですか、うん、でそれにこう、反応してじゃないですけど、ちっちゃい嘘ついちゃう。そうそうそう、ちょっと気がちっちゃうもんだろう、はい、怒られたくないと思っちゃってそういう傾向はあるんですけど、うん、ずっとそれじゃんお前。でこれが社長の連絡先も教えて。ちょっと紙書いてある。これです。今から電話しよう。今一言ぐらい喋るから、すいませんって言って。何ですか。何でもいいよ、なんか喋って。車の件聞けよ。だけどお前もう縁切ったんだったら車の名義もこれあれじゃないの。でも家燃やされるんだろ。そう、追い出すって言うとそういうんじゃないです。縁切ったとかじゃなくて普通にもうやめます、ありがとうございましたみたいな感じで。で部屋も出るんだろ。そうそうそう。で なんでそれ車をどういう話になったの。車は返さないからです。いつ。いや家出るときに。だけどでも返済しとるんでしょ。返済してないの。いやしてるんですけど残っとるんですよまだ。でそれ詰めたらもらえるんだろ。そうです、詰めたらもらえる。いくら。いやそれ分かんないし聞いてみない。だけどまあ大体払っとるんだろ。本当に。いやそれも嘘じゃないよ。いやいやそれを払ってますよ。3万ぐらい。でも5年ローンで組んでるんで多分だいぶ利息ついてるんですよね。だけど3万でずっと払っとるんだろ。5年で3万で計算だろ。そうっすよ。だあと1年ぐらいっすよ。で終わりだろ。あれ36万じゃん。はい。まあそうっすね。それで言ったら。そういうことでしょ。はい、金利がついてどうかしら。3万5千円。月いくら。3万。まあ3万。3万ちょっとっすね。180万ですよ。80万ですよ。まあ、電話しよう。僕、あれ、あと残り詰めたらもらえますかって。それを、それ言いたくないですよね。なんていうの。じゃあ、家の話しますね。家の話。あの、いついつ何日ぐらいまでかかりそうですっつって。うん、電話しよう。はい、お疲れです。あ、お疲れ様です、社長。すいません。はいはいはい、社長、家20日ぐらいまでかかりそうですけど、大丈夫ですかね。20日ね、はい、了解。また連絡できます。はい、うん、すいません、申し訳ないです。綺麗にしといてよ、ちゃんと。あ、もちろんもちろん、ちゃんとしておきます。はい、はい、お願いします。すいません、失礼します。はい、車返しはどうするつもりなん。で車返す。もう今言っとけよ、全部。なんで返す。あと残りお前30万か40万あげりゃもらえるんだろ。でもそんな金ないからですね。全部返せって言ってもらえた。で全部車も取り上げられるの。車も返せよってしか言われてないです。だけど月々本当に払ってんの。払ってますよ、給料から引かれてました。ずっと。はい、間違いないの。はい、だってそんなの持ってけってなるだろ。うん、詰めてでも持ってけって話。いや、その多分その辞めるって言った時も、まあその綺麗にはその最初ちょっとグズグズになったんですね。なんで。あのなんか、まあ、やめてほしくないっていうのがあったんじゃないですかね。うん、でまあちょっと俺はこんなにしてやったのにみたいな感じだったんで。うん、この仕事してないのか。もうしてないです。とにかく、あの、視聴者の皆さん、まあ、こんなあれで、
だけどまあ本当にね、こんなやつが許されていばいかんわ。まあ俺一人だけじゃないからね、被害に遭ってるのが本当にね、そこら中騙して、でその人たちもまあ出るとなんかやっぱ警察もいい顔しんからやっぱ出れんって言われたの、うんうん、やっぱその事件にして捕まえてくれって、まだはっきりし事件にも なってないかなとか分からんけど、まだその調査段階じゃん、うん、調査段階でまだそんなこっち YouTube に出てあっちで出てたら、もう結局さ詐欺と民事って別じゃん、うん、でお前に金貸した加谷さん警察に行ってもさ無理じゃん、詐欺とこれの境界線って難しいから、確かにその払う意思があるって言われもうそこまでじゃん、うん、まあ、もう詐欺で訴えたところで俺は金取れんと思ってるからって、うん、だったらもうとにかくあいつをやっぱ捕まえんと不幸なやつが出るから、これ以上にね、うん、こういうやつがしめしめって歩いとんのかって出らはるかと、うん、まあ、なんかしかもいい格好してね、うん、そうそうそう、ブランドのものだけ見た目につけて、そうそうそう、ちょろいわってさ、うん、思うとったらさ、まあ、まあ皆さんまた本当にね、まあ、近くにおると思います、建設業外交屋さん準備とかもあったりするのかな、 なんかそんな、まあ、愛知県以外でも見つけたらね、どこどこ愛知県以外におると思う、本当にどこどこで見たよっていうのね、あいつほんでしかもさ、その一宮ってきっかけがなんかオンラインゲームかなんか知れた社長 でその人がお金も全部出して外交屋を作って、あいつ個人事業じゃなかったわけ、蓋開いたら結局ね、そうそう、車の名義も全然違ったわけ、違う会社の名前だった、人の名義だった、その最初払えるって言ったから、うんうん、いやこうこうこうだよ、来月にはお金入ってくるんだよ、うん、話したらキリがないくらい出てくるもんね、この、まあ、ちょっと本当にね、逆にさ、じゃあさ、まあ、それ被害に遭った人聞きたいな、いや事件の数が多いとやっぱ詐欺性が高くなるらしいの、うん、まあね、そのお金に盗まれたとか何されたって言って、あいつがうちの YouTube にいたらなんか変な電話いっぱいかかってたのよ、これで電話とか絶対外に出てくるとなんか、うん、すいませんすいませんみたいなようやっとったの、だもんね、なんかあいつも本当バカだから動画出たらなんかいろんな人見られるわけじゃん、やりたい動画、まあ、YouTube なんてね、愛知県だけじゃないから、ね、見るわけじゃん、お前おるだろうとか言って、だって本当にちょっと1万円でも貸し取るとか、うん、工事依頼したけどお金ね払ったけど仕事してもらってないとか、そういう人がおったらちょっとあの連絡欲しいな、そうです、まあ、メールアドレスが YouTube についてもいい、まあ、ついてる、うん、かもしくはインスタにでも、あインスタでもいいね、練り替え道場か、うん、まあ、小林克信 の僕個人 あのインスタやっとるんで、はい、そちらの方か練り替え道場、まあ、ちょっと俺の方あんま最近全然見てないから、まあ、あんまりあれですけど、まあ、ぜひ連絡くれたらちょっと ありがたいですね、うん、ありがたいね、はい、はい、じゃあ皆さんまたこんな強烈な動画ですけど、はい、うん、まあ、ちょっとね本当にさすがに許せないんで、ぜひあの協力してください、はい、よろしくお願いします、お願いします、また見てね、いいですか。